当にいろいろあるので、まあ詳しくは NMB48 のホームページを見ていただいて、特典もあるから皆さんもね、まあ、そちらもチェックしていただいて、私もまだ全部は完成品を見れてないので、でも可愛いっていうのは確かです。見てほしい。今までねグッズとかも出させていただいたり、あとはなんかメンバーの暴露とかも載ってるみたいで、面白めなポストカードそれもいいですね。なんかあんまりかぶってないよな。あ、確かに、まあ、県外の方もまあ確かにそうなんですけど、でも予約は始まってるので、とか楽天さんとかも特典があるので、県外の方もいいと思いますよ。ありがとうございます。そして今日はそんな武田バーベキュー先生の T シャツなんですよ。めっちゃ可愛くない？フリーメイソン T シャツやったかな。後ろも超可愛くて、わかる？で、私 XL なんですけど、めっちゃ丈が長い、ダボっときました。普段は S とかいいけど XL にして、そうだからもう肩の位置とかすごいずれてる。でもなんかここをこうやってめくったりして着るのもすごいかわいい。武田先生のグッズにもチェックしてください。なんかでもほんまにさ、今回こうやってレシピ本出させていただけたのって武田先生ありきじゃないですか。武田先生はでもなんかちっちゃく載っちゃってたりするから、第2弾があったら武田先生はデカデカと出てほしいなって思ってます。今日も見に来てくださりましたか、武田バーベキューのうちで BBQ。そう、なんと武田先生がね、私の生誕 T シャツを着てくださってて、めっちゃ嬉しかったです。はじりさんに続いて芸人さんが着てくださりまして、お、見てくださった、ありがとうございます。一緒に作ってくれたかな。武田先生は百音推しに、なってほしいですね。ぜひぜひ。私があの T シャツいただいたので、私も着てくださいってことでプレゼントさせていただいて、めっちゃすごい。第1回目もね、あんな美味しいの作ってたんですね。嬉しい。これで面白め全部制覇ですね。まあ出てない回もあるけど、はい。ということで武田和牛のおちで BBQ ね、9月26日にレシピ本発売なのでチェックよろしくお願いします。あとは今日はグラビアの撮影もさせていただきまして、フラッシュスペシャルさん、これ私一人じゃないんですよ。私だけじゃなくて、私と勝負マリンちゃんと阿部若菜ちゃんと小川優香ちゃんの4人で撮影させていただきました。4人ってね、珍しい。なんか私は最近ソロでさせていただくことが多かったので、なんか誰かと一緒にグラビアっていうのがなんか変な感じやった。これは10月9日に発売です。お楽しみに。10月もなんかいっぱい告知できることがあって嬉しいです。私そう、でもめちゃめちゃ写真は見せれないんですけど、めっちゃいい、かわいい、映え。でもさ、発売日が秋頃でね、NMB の10周年ということもあって、かわいいね、服も水着も。見てほしい。これはよくグラビアの
衣装を担当してくださるスタイリストさんで、そう、私大好きなんですけど、その方めっちゃ面白くて、女性の方なんですけど、今日もその方やって、で私の何やろ好きな系統とかも知ってくださってるから、服とかももうねこれ似合うんじゃないって言って選んでくださって、めちゃめちゃねいいんですね、見てほしい、お楽しみに。またオフショットも送ると思うので、モバイルメール会員まだの方はぜひお願いします。そして登録してくださった方は、ナンバ鉄砲隊の投票もよろしくお願いしますバリュー、まだね衣装は載せれないんですけど、10月、まあちょっと先なんですけど、まあ、バスローブしかないな、バスローブしか載せれないけど、いいの、ほらほら、おいうん、ほいほいでもいい感じ。モバメもよろしくお願いします。あとは明日うたコンさんに出演させていただく、うたコンさんよろしくお願いします。地上波嬉しい NHK さん、どちらてあてがねまた披露できるっていうのが嬉しいです。そう、生放送で、Yes, yes。初めて出たのが欲望ものやったかな、欲望もの出て僕泣き出てしばらく出てなかったんですけど、7時57分から生放送が始まります。ぜひ見てください、よろしくお願いします。あー、ガールズペディアね、行きたいですね。そう、マリンちゃん、マリンちゃんと仲良くなりたくて、だから今日撮影一緒で嬉しかった。ワカポンはでも結構合ってるけど、ワカポンもナイスバディでしたね。でさ、ゆうかちゃんがさ、私ねほぼほぼねあんま喋ったことなくて、実はほぼほぼ初喋りみたいな感じやったんですよ。で、まあ私取材終わって、あ、着替えよう、じゃあ着替えたんか、取材とかもいろいろ書き物とかも終わって楽屋戻ろうって思ったら、モネさん写真大丈夫ですかって言ってきてくれて、え、写真大丈夫ってどういうことやろうって思って、なんか2人で写真撮るの、私も私服やしさ、ゆうこちゃん水着やし、ツーショット、ん、どういうことやろうと思って、んって言ったら、あ、私服とかの写真とか撮らなくて大丈夫ですかって言って、あの私の何すごいプライベートな写真の心配をしてくれまして、あのちゃっかり撮ってくれました優しい。ゆうかちゃんさ、ほんまにおっとりしてるやんかでも私、ゆうかちゃん何の動画好きで、ゆうかちゃんのやってみた動画、あれいいって言った、ありがとうございますって言った。そう、年上なんですよ。おっとりしてるような、いやもうおっとりしてる、なんか村中ゆきちゃん以来のおっとりですよね。めっちゃ可愛かった、キョトンとした顔で、お姉さん大丈夫ですかツーショットなんかなって思った、あ、ピンで撮ってくれるって思って撮ってくれたよ。
ゆうかちゃんめっちゃセンスいい。ちょっとこれ私の口の色ないからちょっと見せれへんけど。優しいですゆうかちゃん。22歳。わお。いや私さ、マリンちゃんが年上って知ってさ、今日そういえば成人式出てたわって思って、ずっと同い年やと思ってたんですよ、マリンちゃんも。一個上やった。ボリューム全開でも聞こえない時ある。おもろ。ゆうかちゃんね、かわいいですね。なんかもっとなんか掘ったら 掘れば掘るほど面白いやろなって、なんかマナティみたいに。うん。ゆうかちゃんウサギに育てられた。どういうこと、どういうこと。そういうチンカイとはやめていただいて。ゆうかちゃんもショールームやってんのかな。なんかラジオとかね一緒にできたらねいいんですけど。でも交流意外とありそうでなさそうメンバーやったから、私もどうなるかなって思ってたんですけど、楽しかった。今日はカラオケは秋田県あるよな。北県はライブでやったな。
曲ですね。北川景子さん、あのね、ちょっと私密かに一人で思ってたんですけど、ずっとファンの方に北川景子さんそっくりな方がいるんですよ。ずっと思っててんけど、前から公演入ってくださるたび思っててんけど、あ、似てる方おるって。全然名前も知らないし、全然私推しでもないんですけど、似てるなー、一人で思ってた。私かなって。違う、男性なんですけど。いや、本人は絶対自覚ない。よく入ってる、よく入ってはるし、似てるねん。え、ちょっと待ってな、私の記憶違いじゃなかったらなんですけど、え、北川景子さんってスタッフさんですよね。え、ドッペルゲンガー、え、この人ですね。え、おるおる、おんねんおんねん、え、おるねん。え、誰推しやったかな。ちょっとそこまで覚えてないけど、まあでもケイトとか好きそうな感じ。ケイトとかなんかそういう若々しいフレッシュな子が好きそうで、なんか先輩メンバー、歴代的な方じゃなくて、結構フレッシュな感じが好きそうな方。え、似てんねん。いや、本人ではないんです、本人ではないんですよ。全く一緒じゃなくって、違う、本人やったらだってありがとうございますってみんななるやん。え、もうそうだよ、ありがとうございましたって感じやから。お見送り会でね。どうなんやろうな、ちょっと見つけたら今度聞いてみますね。あのお名前なんですかって言ってみるわ。北川景子さんですかって言って。はい、じゃあランキング発表します。13位ジョーさん、ありがとうございました。12位カルちゃん、ありがとうございました。11位みものちゃん、ありがとうございました。10位まさみくん、ありがとうございました。9位たかまさん、ありがとうございました。8位たくぼうさん、ありがとうございました。7位ゆうさん、ありがとうございました。6位ゆめろちゃん、ありがとうございました。5位ちあきちゃん、ありがとうございました。4位まいろさん、ありがとうございました。3位まやかちゃん、ありがとうございました。2位りょうちゃん、ありがとうございました。そして1位はウーカムインの箱石さん、ありがとうございました。では明日はうたこんさんに出演させていただきますので、皆さんぜひ見てください。ありがとうございました。バイバーイ。